どうもバーンです。今日もね、植え込みの手入れの方をやっていきます。寸胴切り剪定、それからへし折り剪定の対象、それから落ち葉集め、カス集め、ヒコバエの剪定ですね。それで作業開始。Thank you.
いいと思います。今日はねここまでできましたですね。ただ芝生の内側ですねがまだなんで、ちょっとここで切りがいいんで、明日以降はちょっと芝生の内側の方をねやっていこうかなというふうに思ってます。前回2年前にやった時はこの辺はやったはずなんですけども、今回のように丁寧にやってないのとブロワーがなかったんで、今回ブロワーがあるんでね、非常に綺麗に仕上がっておりますですよね。だから今後もこっちの方をね、ブロワーで仕上げつつ、手入れの方を進めていければなというふうに思います。まだまだねこの辺にね課題があるんですよ。ほらへし折り剪定、奥の方には寸胴剪定もありますね。あれもへし折りですね。あちらにも、寸胴剪定があります。枯れているところを除去して、で尖っているところ硬くなっているところを除去していくという作業をね引き続きやっていこうと思います。本日の動画は以上です。ではでは。